ご飯食べてないの？首かしげって。どうも、CC とランランのお家へようこそ。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回は休日の CC の一日についてお届けいたします。3月に息子が生まれ入院しているのですが、退院が間近になりました。 CC はそれを感じているのかすごく甘えん坊です。こんな甘えん坊な様子に着目してみてください。お座り、待って、お座り、おって、おかり、クリキル、カイザーに、すごい元気だね。ちょっと待って、はい、どうぞ。最近はすごく甘えん坊で、ご飯の時は見ていないと食べてくれません。どうしたの、しーちゃん。なんで首かしげてんの。ちなみに水を飲む時も見ていないと泣き出してしまうこともあります。しーちゃんね、ご飯ね、食べるの見ててもらいたいんだもんね。甘えん坊だからね。泣いてんの。おしーちゃんの気持ちわかるよ。これね、こういう風にやってほしいんでしょ。あとはこだわりがあるみたいで、なぜか香水と食べてくれません。これはシーシーの七不思議の一つです。そしてご飯を食べ、少し休憩したらお散歩行きます。なんと散歩中にシーシーの大親友の猫ちゃんに会いました。朝はご飯と猫ちゃんと会うのが CC の楽しみなのかなと思います。C ちゃん、鼻になんかついてるよ。 C、 ちょっと待って待って、 C ちょっとついてるから、待って待って待って、なんだこれ。じゃあそろそろ出かけようか。そうなんです、今から入院中の息子の面会に行ってきます。しーちゃん、少しだけお留守番お願いします。いや、できるだけ早く帰ってくるね。ごめんね、じゃあクーラーつけてるから入って。じゃあクーラーついてるからね。よし、じゃあしーちゃんおいで、おいでおいでおいで、分かってんの。分かってるよね。しーちゃん、マジでクーラーつけてるから入ろう。うん、涼しいからね、お部屋。うん、じゃあ行ってきます。行ってくるね。しーちゃん、帰ってきたよ。ごめんね、遅くなっちゃった。あら、ごめんごめん。しーちゃん、ただいま。あれ、行っちゃうの。何泣いてんの。しーちゃん、何泣いてんの。疲れたね。ね。ただいま。ただいま。あ、かわいい。ヒッポ振ってんの、かわいいね。おもちゃで。あれ、いいの？ひーちゃん、持ってっちゃうの？あれ、行っちゃった。ひーちゃん。しーちゃん、貸して、貸して、貸して、それ貸して。あれ、遊んでんの。行っちゃうの。しーちゃん、よし、じゃあ疲れちゃったの。
かわいい。しーちゃんちゃんと枕使ってんの。はい、シーシーの大好きな夕ご飯の時間がやってきました。泣かないしーちゃん。この後は散歩も控えており、シーシーの楽しみな時間が続きます。お座り、お座り、お手、待ち、ちょ、待ち、伏せじゃないしゃ、伏せじゃないよ、じゃ、お座り、お座り、お座り、伏せじゃない、伏せじゃない、お座りは、お手、おかゆ、ハイタッチ、伏せ、あ、偉いね、じゃ、よし、よしよし。そしてご飯をじっくりと食べたら、お水ね、新しくするね。食べたら、しーちゃん散歩行くよ。そうです、夜の散歩です。なんと夜も猫ちゃんに会ったので挨拶をしつつ散歩を楽しみます。はい、そして帰宅後はおやつの歯磨きガムを食べます。そして僕たちもまったりと過ごします。そして楽しい時間が過ぎるのはあっという間で、気づいたら寝る時間になってたりします。何行こう、行こう、行くよ、おいで、おいで、しんちゃん行こう、行く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 、こっちこっちが行くし、でも寝室がいいの。うん、そして堂々と僕の布団で寝ようとします。しーちゃんそこダメ、今日はゆうやくんの方なの。ここダメ。そしてしーしーも寝る準備ができたので就寝します。いかがでしたでしょうか。はい、今回はしーしーの一日について着目してみました。次回も可愛いしーしーの様子をお届けいたしますので、チャンネル登録をぜひぜひお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。